今から、ビデックスコミックでこのキリオファンクラブを、立ち読みしたいと思います。あの女子高生 の、 あの2人の主人公がいるんですけれども、その女の子たちには気になる人がいて、それはクラスメートのキリオくん。友人でありライバルでもある2人の話題はいつも彼のことで持ちきり。キリオくんの学ランを奪い合ったり、キリオくんを夢に出すため謎の儀式をしたり、キリオくんとのデートの妄想をしたり、ラブまではたどり着けそうにない2人の日常を描く一方通行ラブコメディ漫画となっております。これはい、友達の家で読ませてもらって、なんかあの表紙が最初めっちゃ下ネタ、なんかおしっこ飲みたいみたいなの書いてあったからめっちゃ下ネタの漫画なのかなと思った。すごいピュアな気持ちのなんかラブコメで、そう面白いなと思って、なんか友達から教えてもらって、なんか普段全然読まないので教えてもらって、そこから入ってまんまとハマるっていう。電子コミック読みます。あ、そうですか。はい、めっちゃ見てます。もしもキリオくんのおならが引くほど爆音だったらって面白い。嬉しすぎるだろ。だってだって引くほど爆音ってことは7億デシベルとかじゃん。そんなでけえおなら、たとえキリオくんが遠くにいても近くに感じられる。最高じゃねえか。だって面白い。その好き、この女の子2人がキリオくんのこと好きで、キリオくんはみんなのものみたいな感じで、勝手に2人でなんかキリオファンクラブっていうのを作って、もう推しみたいな感じなんですね。うんうん、面白い。でもなんかたまに戦ったりする。ああ。キリオくんの学ラン届けようとして、なんかじゃんけんしてます。じゃんけんポンってやって、ずるくないですかこれ。よくわかんない。一人の人がやるんです。そう。それで公平にじゃんけんで決めようって言って、こうやって出して、すごい。キリオくんの好きなところ多くかけた方が勝ちとか。わ、終わり。え、待って、もっと読みたい。気になる続きはビデコミで。ぜひ。やばい。いいんじゃない。人生ミスじゃないよね。大丈夫だよ。本当。